先生からですね、足が止まってる、足を動かしなさい、足を使いなさいって怒られたことないですかね。この時で注意してほしいのが、足を使うの意味がですね、伝える側も受け取る側も認識がずれていたら、最終的なですね、結果が変わってくるので、そこは十分に注意してほしいな。こんにちは、梶田優子です。今回はですね、打たれない技術について解説していこうと思っております。剣道でね、打突力とか踏み込みの力とか気迫とか、まあそういったところもね、攻撃力も大事なんですけれども、守る方の力もね、非常に重要になってきます。例えばなんですけど、剣道で3本勝負じゃないですか。1本取って2本取り返されたらもちろん負けになってしまいますし、団体戦でもね、前2つ先鋒陣を勝ったとしても、中腹帯で負けてしまったら、せっかく勝ったのが無意味になってしまいますので、打つことだけじゃなくて、守る力っていうのも今回ね、お伝えしていこうかなと思っております。今回の動画を見ることによって、足さばきの使い方であったりとか、防御するときの手元の使い方、それからですね、考え方ですね、防御するときにどのような考えを持って防御するべきなのか、さらには攻撃は最大の防御っていう言葉があると思うんですけれども、まあそれは本当なのか、このようなですね、悩みを持っている方の解決につなげることができればいいなと思っております。相手から打たれてしまう原因、3つとしては、大きく分けると足、それから手の使い方、さらには思考、この3つにですね、分けることができるかなと思います。まずはですね、打たれてしまう原因1つ目、足の部分から解説していくんですけれども、足が止まってしまう。で、足が止まるって聞くとですね、常に足を動かさないといけないのかと思い込んでしまうかもしれないんですが、そうではなくて、大事な場面で足を使うってところが非常に重要になってきます。先生からですね、足が止まってるよ、足を動かしなさい、足を使いなさいって怒られたことないですかね。この時で注意してほしいのが、足を使うの意味がですね、伝える側も受け取る側も認識がずれていたら、最終的なですね、結果が変わってくるので、そこは十分に注意してほしいなというところで、今回ですね、この重要な場面で足を使うってじゃあ何なのっていうところをしっかりですね、解説していきたいなと思っております。重要な場面ってどこなのって話なんですけれども、簡単にお伝えすると、自分自身がですね、一本取られている場面です。練習試合、自稽古、それから試合もそうなんですけれども、自分が打ってないのに一本取られてしまう、それからですね、避けているのに一本取られてしまう、まあこの二つでですね、足が止まって打たれているケース、まあそういった場面が多いところになってくるので確認してみてください。次にですね、打たれてしまう原因2つ目、手の部分に入ってくるんですけれども、避け方が甘いっていうところです。ここで言う避け方は、足を使った避け方じゃなくて、手を使った、まあ竹刀を使った避け方になります。例えば竹刀を使って手元を上げて面を避ける方法、構えている状態から手元を横にして小手を避ける方法、それからですね、構えを崩さずに相手が来るのに対して突き止めをして相手の攻撃を阻止する方法、そういった方法があるかなと思っております。ここでですね、注意してほしいのが、私もよくあったんですけども、避けていると勘違いしてしまうことなんですよね。手元を上げたから避けていると思ってても、この間ですね、ちょっと腕の上がり方が甘くて上から乗られたりとか、コチコ選手とかにね、タイミングずらしてよく打たれてる技なんですけれども、避けて思ってても実は空いてるっていうことがあるので、そこは十分に注意してほしいなと思います。ここはですね、非常に重要なところなんですけれども、竹刀だけの避けって必ず隙ができるんですよね。例えば面避けたとしても小手が隙できますし、手元を避けて小手を隠したとしても面に隙ができますし、見所隠し押したとしても逆道に隙ができますよね。だからこそ、足を止めての竹刀だけで避けてしまうとか、避けが甘くなってしまうとか、そういったところを加味すると、絶対防御っていうのは竹刀だけでは厳しいんじゃないかなと思います。打たれてしまう原因3つ目はですね、攻めれていないというところです。今回ですね、防御について解説しているんですけれども、足さばき、それから手の使い方、それだけじゃなくて、やっぱり自分から攻めていく、まあ技を出していくことによって相手に打たせないという方法もあります。具体例をですね、一つ挙げるとすると、相手がですね、ものすごく面技が得意。その時に自分が小手技とか、抜き道を狙うことによって、相手は負けるのが怖くなって面技が打てなくなる。そういったことにつなげることによって、自分からの攻撃が打たせなくする。まあ、防御につながるんじゃないかなと私は考えております。ただ、この部分はですね、非常に難しい部分でありますので、まずは足の使い方だったりとか、手元の使い方っていうところをしっかりですね、極めた後でもいいので、最終的にはですね、身につけることができればいいんじゃないかなと思っております。打たれない技術を習得するために絶対にやらない方がいいこと3選ということでお伝えしていくんですけれども、まず1つ目がですね、重要な場面で足が動かないっていうことですね。絶対にやらない方がいいです。で、2つ目が、ね、手か足か、どちらか一方で避けてしまうということ、さらに3つ目、相手の動きを見てから避けてしまうということ、これら3つはですね、打たれてしまう原因に少し紐づいてくるんですけれども、さらにもう少し細かくお伝えしていければなと思っております。まず1つ目です。重要な場面で足が動かないってところを解説していくんですけれども、先ほどですね、1本取られてしまう場面が重要な場面だよとお伝えしたんですけれども、さらに1本取られてしまう場面ってどこなのってところを解説すると、4つの場面に分けることができます。まず1つ目がですね、攻め合いのこの入り際の部分ですね。2つ目が分かり際の部分です。
で、これはコロナルールで今なかなかない場面ですけども、つばずれになった瞬間に別れようとするところを一本狙うっていうのは、玉力でも結構上がってたので注意する必要があるかなと思います。で、三つ目が下がった後です。今のようにですね、つばずれから下がった後も狙うことができますし、攻め合いの中の相手が下がった後っていうところも狙っていくことができます。で、四つ目がですね、相手がびっくりした後、ここは狙うポイントでもあります。で、この四つはですね、狙うべきポイントでもあるんですけれども、乱れてしまうべきポイントでもありますので、この重要な場面で足が止まってるか動いてるかで、負ける確率、一本取られる確率、全然変わってくるので、しっかりとですね、意識して練習する必要があるかなと思います。次にですね、絶対やらない方がいいこと二つ目ですね。手だけ足だけどちらか一方で避けるところなんですけれども、手元だけで避けると絶対にどこかしら隙ができてしまうよっていうのは先ほどお伝えしたと思います。じゃあ足だけで避ければいいじゃんってなると思うんですけれども、例えばものすごい近い間合いで構えて足だけで避けようと思ってもなかなかこれ難しいんですよ。で、足でさばきながら最終的にもうやばい、絶対に危ない場面だと思った時はしっかりですね、手元も一緒に使っていかないと打たれてしまうということに繋がってしまいますので、足がベース、基本的に足がベースで使いつつ、で最終的には手元で危ないと思ったら避けていくっていうような感覚でいていただければなと思います。で、最後にですね、絶対にやらない方がいいこと3つ目ってところで、相手の動きを見て避けるっていうところです。これですね、例えば面来たと思って面を避けたら、強い選手になれば面フェイント固定とかですね、フェイント技を使ってくる選手っていうのも増えてくるんですよね。そこで面来たと思って避けても固定打たれてしまうというところに繋がってくるので、相手の技を見て目で追って避けるっていうのが限界があるよってところをしっかり理解していただければなと思います。じゃあどういう風に対応するのかってところなんですけれども、しっかりですね、相手の動きとか技の種類っていうのを分析して予測するっていうことが非常に重要になってきます。ただですね、神様じゃないんで毎回毎回ね、その予測が当たるっていうことがなかなかないと思うんですよね。だからこそ相手の研究分析って非常に重要なんですよ。なんとなく面に来るだろうと思って面に避けても2V1 の小手に打たれてしまうとか、そういったところでは意味ないんで、相手が小手技得意なんだっていうのをしっかり理解できていれば、小手技を守りつつ面に来た時も対応できるようなですね、避け方っていうところもできるんじゃないかなと思います。なので、来るっていうのを予測、相手を見てから判断しないというところだけでもしっかりですね、理解して練習してみるといいかなと思います。じゃあ最終的に何すればいいんだ。結論としては、重要な場面ってところをしっかり理解して、手足ですね、両方使い方をマスターして、相手を動きを見て避けるんじゃなくて予測して避けるっていうことができればですね、打たれる確率でね、本当に大幅に下げることができるので、しっかりこの3つをですね、やってはいけないかと、それから原因をですね、理解しながら練習してみるといいかなと思います。ここまでですね、打たれてしまう原因だったりやってはいけないことというところを紹介してきたんですけれども、ここからですね、次はやるべきことについて解説していこうかなと思います。先ほどのね、逆のようなことをやっていくんですけれども、まずは足さばきの練習をやってほしいなと思います。その次にですね、避け方の練習というところをやってほしいです。で、最後3つ目がですね、リードの強化とか脱出力の強化、踏み込みの強化、そういったところをですね、ぜひやっていただきたいなと思います。まずやるべきこと1つ目の足さばきの練習をすることなんですけれども、重要な場面ですね、足を使うためにはいつでも動ける足さばきを練習しておくことが必要になります。ここでですね、私がちょっと意識していることを紹介するんですけれども、完全に止まらないってところを意識しております。いつもですね、紹介しているのが左足前に蹴りながら右足で後ろに蹴るってところを意識してるよっていうのをお話ししてるんですけれども、それをですね、止まった状態でもできるんですよ。左足今前に蹴ってます、右足後ろに蹴ってます。で、これで、どちらか一方の足を外すとその方向に飛ぶことができるんですけれども、完全に止まってしまうとやっぱりどうしても反応が遅れてしまうと。なので、私は細かく動いている試合の時とかは細かく前後ろどちらかに動いてるってところが重要になってくるんじゃないかなと思ってます。というか、私が意識していることですね。まあ、これを皆さんがやるかどうかっていうのはお任せするんですけども、私はこういったことを意識して、できるだけですね、小さく動きつつ、相手が来るんであれば後ろに素早く下がる、で相手が後ろに下がっているんだったらそこを詰めれるようなですね、それに反応できるように細かく、完全に止まらないっていうところですね、意識して練習しております。で、ここではですね、大きな足さばきの練習っていうのが逆効果になってしまうので、できるだけ小さい足さばきの練習ですね、もう細かく動く、この練習をしていただきたいなと思います。で、その中ですね、足さばきをするときに前に、行って避けるのか、後ろにさばいて避けるのかっていうところなんですけれども、これはですね、状況によって判断する必要があるかなと思います。まだ相手の前に入っていないときですね、遠い前のときは全然後ろに下がっても大丈夫です。まあ、前にもちろん行って避けてもいいんですけども、後ろに下がっても大丈夫な前です。逆にですね、もう相手が一足一刀の前だ
届く間合い、一歩で届く間合いですね。この時に前に入ってから下がるっていうのは本当に危ない状況なので、しっかり前に入ってしまったのであれば前で捌く方が有効的かなと思います。この2つの場面をですね、大丈夫なのか大丈夫じゃないのかってところをしっかり理解できるように稽古から意識して練習してみるといいかなと思います。次にですね、やるべきこと2つ目、まあ避け方の練習についてですね。まあ避け方も本当にいろいろな方法あると思うんですけども、例えばこう手元を上げて避ける方法もあればですね、前で避ける方法っていうのもあるかなと思います。前でね、面を避ける方法もあれば、小手を隠すようなね、避け方もあると思います。先ほど言ったようにね、突き止めをする方法も、相手が入ってこさせないようにね、するための方法もあると思います。まあそういったところをしっかり場面で使い分けをね、しっかりできるようにしてほしいなと、まず思います。はい。で、避け方が分かったところで、どんな練習方法をするんだってなるんですけれども、これはですね、本当もう実践を交えた方が一番いいです。どの場面でこの避け方をした方がいいのか、どの場面で手元を上げて避ければいいのか、どの場面で前でやった方がいいのか、みたいなところを、しっかりですね、練習した方がいいと思います。そのための実践練習としては、よくね、こう、いろいろな大学さんとか高校さんとかでやってると思うんですけれども、攻撃する側と防御する側をね、両方分けて、防御する側は防御に徹底すると。攻撃する側は逆に一本狙っていく、本気で一本取りに行く、まあ、このようなですね、練習をすることによって試合でね、本当に一本狙ってる相手に対して避け方を身につけることができるかなと思います。もちろんこの道場内でものすごいレベルが高ければ高いほどこれってすごい効果が高まるんですよ。だから強い選手ってそういろんなところを狙ってくるんで、そのいろんな避け方を身につけておかないと避けれないですよね。道場内では限界があるなって特に使えるのが、練習試合とか遠征なんですよね。遠征でもやっぱ5対0とか10対0で強いチームとか当たったら負けてしまうじゃないですか。その時にもう余計に徹底してみてください。何も意識せずに負けてしまって、ああ悔しかったな終わりじゃなくて、今回は絶対に一本取らせないみたいなことをやっていくと、避け方っていうのも自然と身についてくるので、意識してやってみるといいかなと思います。で、ずっと負けててね、あ、今日も全然勝てなかったなとか、負けて当然だよなと思って終わるよりも、とにかく防御に徹底しようと思って、もう何をしてもいいから防御に徹底しようと思って練習をしていくと、まず打たれなくなりますよね。そうすると、相手が打ってくるのを見極めれるようになるんですよ。で、見極めれるようになると、次はどこで狙うべきなのかっていうところも見つけれるようになるので、まずはそういった打たれないということを意識した方がいいよっていうのは、まあ、こういったところに繋がってくるんじゃないかなと思います。攻撃しないとダメな技の練習が必要だって、もちろんそうなんですけども、打たれてしまってはもう勝つことできないんで、まずは負けないことができると相手の隙とかも見えてくる、すると攻撃を打つことができるっていうことにつながってくるので、だからこそこの避け方の練習で非常に重要になってくるんじゃないかと私は思っております。やるべきこと3つ目のですね、スピードとか脱力、踏み込みの強化ってところは何でやるのかってところなんですけれども、これはですね、本当の攻めっていうところを身につけることができるからです。先ほどですね、相手が得意な時にこの技を狙ったら打てなくなるよねみたいな簡単な話をしたんですけれども、これが一本にならないような技をね、どれだけ打ったとしても、やっぱり相手って全然こう怖くないんですよ。はい。これが本当の攻めじゃない。まあ、攻めれてない。技を出してるだけっていう状況になってるので、そうさせないためには、スピードとかね、打突力の強化、ね、踏み込みの強化をすることで、ちょっとでも触れられたら一本になってしまうっていう、相手に恐怖を植え付けるんですよ。そのためには、やっぱり素振りだったりとか、トレーニングだったりとか、そういうことが重要になってくるので、ここではですね、やるべきことの一つとして挙げさせていただきました。実際にですね、こう、基礎体力向上のトレーニング方法を4分の動画を作ったりとか、さらにもう少し高負荷のね、下半身の上半身両方鍛えるような8分間のトレーニングを作ったりとかしておりますので、まずはね、そういったところを継続的に行ってほしいなと思います。短期的にね、今日はこうやるみたいなの決めて、うわ、きつかったな、で、もう1ヶ月やらないみたいな、全く効果ないんで、できるだけ継続的に、例えば2日に1回やるとか、超回復も含めて3日に1回、もう継続的に1年間ぐらいやっていくみたいな、はい、そういったところがやったらいいんじゃないかなと思います。やっぱ努力っていうのは誰でもできると思うんですよ。ただそれを継続するっていうのはなかなか誰でもできることじゃないんで、まず継続力、まあ、そういうところを身につけてほしいなと思います。で、継続力を高めるためにはやっぱ目標設定ってすごい大事だと思うんですよね。県大会優勝したいとか、全国大会優勝したいとか、出場したいとか、何でもいいんですけれども、目標達成するためには素振りが必要だよね、こんくらい、毎日努力してもまだまだ足りないかなっていうのがあれば、もっと努力しないといけないなみたいなものにつながっていくので、目標設定はですね、まず皆さんやってほしいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、打たれない技術習得ってところをで、いろいろなことをですね、紹介させていただきました。まずはですね、原因としては足が止まってしまっている、それから避け方が甘くなっている、で攻めれていないよってところを解説させていただきました。
最初にもお伝えしたんですけれども、今のですね、この3つにどこか当てはまってると思うんですよね。足が止まってるとか、手だけで受けてるとか、自分が全然打ててないとかですね、あると思うので、まずは自分がどこの場面で打たれてるのかってところをしっかり研究してみてください。練習試合とかね、試合動画でもいいので、負けた試合をぜひ、振り返ってみてください。打たれないためのですね、絶対にやらない方がいいことについてなんですけれども、重要な場面で足が止まってしまわないことですね。それから手だけ、足だけで、避けてしまわないこと。で、相手を見てから避けてしまわないこと。こういったことを意識して練習してみてください。最後にですね、やるべきこと3選っていうところで、足さばきの強化、それから避け方の強化、で、最後にスピードとか、脱力、一本にするための強化ですね。そういったところをやってほしいなと思います。で、足さばきについてはですね、いつでも動けるような準備、完全に止まらないっていうところ、細かく動かすっていうところを意識してやってみて、で、2つ目結構重要ですね。練習試合とか、いつも負けてしまう選手に、まずは打たれない技術習得というところをしっかりして、相手の隙を見つけるレベルまでね、やっていってほしいなと思います。で、こう、打たれて感謝みたいな、いう言葉あると思うんですけど、本当にそうで、打たれることによって、どんどんその場面って頭の中に入っていくんですよ。意識していればです。これが何も考えてないとすぐでね、負けちゃったって終わってしまうんですけど、打たれてしまって、次どうすればいいかってところまで考えておくと、本当にね、どんどん覚えていけるので、そこも考え方をしっかり変えてほしいなと。思います。で、それができるようになったら、本当の攻めをですね、突力。まあ、これは同時並行で本当はやってほしいんですけれども、継続力でところもお話しさせていただきました。ぜひですね、難しいとは思うんですけれども、強くなるために一生懸命頑張ってほしいなと思いますので、これからも皆さん頑張ってください。また次回の動画をですね、楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。